オバマ塾の地図オバマ塾は、有馬街道の宿場の一つ。江戸時代の摂津国川辺郡オバマ町、現在の兵庫県宝塚市オバマにあった。京伏見街道、西宮街道も通り、交通の要衝であった。オバマは、伊丹大地の生誕に位置し、平安時代に周辺が陸化するまで、瀬戸内海が深く入り込む浜であった。旧世紀に国府が置かれ、そうじゃ。 メフ神社が創設される。15世紀末、各女の末裔である一行宗の前州が、オバマ省を開き合設寺を混流。その際、周囲三方を大堀川が迂回する地形を利用して、オバマを城塞化、寺内町として、一行修正力の拠点となり、戦国、大名や織田信長の一行一騎弾圧に備えた。信長が荒木村重を痛み以上に攻めた際には、 信長方について、難を逃れている。その後、有馬などの街道が通る、交通の要衝としての地位を確立する。豊臣秀吉や、秀次も、有馬当時の際に立ち寄ったが、秀次が、豪雪寺の娘を即室にしたことから、秀次失脚の折、焼き打ちにあってしまう。復興したオバマは、その後江戸幕府からも重視され、オバマ塾が成立して発展。脇本陣や、 旗後、キきちんやど、しょうが林立した。また、名水、玉の井を使用した酒造、小浜流が発達。摂津国公の池村にて、酒造業を起こしていた、山中美ゆ元の長男、山中清次家が、慶長19年に分家し、小浜ま塾の大木屋を買収し、酒造業を営んだ。なだい里に先立つ、大酒造業地となり、小浜の酒は、 江戸詰めの大名諸をはじめ全国に知れ渡ったが、18世紀から次第に長井里へ譲渡されて、ほぼ消滅する。1723年には大工の集団、オバマ組が結成、大工の町としても知られるようになる。オバマは南西北の三方を迂回する大堀川に加えて、東側にため池を掘り、周囲に土塁を巡らして防御性を高めた。 城西寺内町であった。街道ごとの三方には門を構え、東門は京伏見街道、北門は有馬街道、南門は西宮街道に通じていた。南北750メートル、東西400メートルの総構えで、小浜城とも呼ばれる。有馬街道、大阪井民小浜流瀬有馬京伏見街道、京、伏見山崎郡山瀬川下目地谷小浜オバマ、西宮街道。 西宮駅津氏小浜見に、伊川家住宅左、宝塚市立小浜塾資料館正面奥、小浜港大神社宝塚市小浜小浜塾資料館に、ある玉の井主蔵像宝塚市小浜小浜塾の北門、すぐの岩坂豪雪寺、小浜五坊と呼ばれた、小浜の中核寺院。宝塚市立小浜塾資料館名水、玉の井が残る、旧山中華住宅が、阪神淡路大震災で、 半海、1999年資料館として復旧される。玉の井古来より、水の澄んだ井戸を玉の井と呼んでいた。農学、玉の井にもその名が使われている。1589年、豊臣秀吉が有馬山温泉に赴いたとき、共にしていた千里休と共に、小浜宿にて休息し、この井戸の水で茶を立てさせた。その際に、古事に習って、この井戸を、 玉ノ井と題した、宝塚市立小浜工房館大工の町、小浜の紹介施設、伊川家住宅江戸時代初期から残る、聖酒、聞く人の蔵酒やオ小浜港大神社小浜のうぶすながみ、祭事に、段じりサイト、小浜エビス、2006年本殿は、兵庫県登録有形文化財に第1号、登録される。岩下北門を、有馬街道へ出た道。現在は、 国府橋がある。瀬戸内海の浜であった時代、岩シを荷上げしたと伝えられる。和田家住宅岩シ坂の北にある宝塚市最古の住宅。宝塚市指定文化財。首地蔵難問を西宮街道へ出た道にある首岳の大地蔵。由来は諸説ある。1975年に新しい首地蔵も安置された。小浜宿祭り毎年4月第1土曜日。 日曜日に開催。節用軍団1701年、岡田シリング編纂、雪節用誌、伊原西閣著、日本永代蔵に、酒造流儀、小浜流が紹介されている。小浜町並保存研究会編、宝塚小浜塾と、海道川も、米谷、安宗、1986年 P88、小浜町並保存研究会編、 昭和61年11月15日宝塚小浜塾と街道 P81-82 ありがとうございます。